どうも、泉圭介です。これね、ちょっとね、もう緊張がね、止まらないんだけれども、やばいんだけれども、結論から言うと、もう持ってぶっても仕方ないんで、簡単に言うと、Look at our first contender. フーラスという番組に出てきました。もうこれがね、やばい。前に3月ぐらいにアメリカにね、藤山大樹プロマジシャンとね、アメリカに行きました。まあ、そこでカジノとかいろいろやったんだけれど、マジックショーとか見たんだけれども、そこでよく言われるのが、泉、ペアンドテラー見てきたって言われたんですよね。ペアンドテラーってどういう方かって言いますと、世界で2番目に稼いでる超有名なマジシャンなの。めちゃくちゃ有名。そのマジシャンがもう自分のホテルでやってるショーがあるんですね。で、そこのショーの人気番組の一つのフーラスというものがありまして、で、なぜ僕がアメリカ滞在中にペアンテラーを見てないかというと、フーラスの収録があったからなんですよ。で、もちろんそこは僕マジシャンとしてではなくて、藤山大樹ね、ギャララのね、アシスタントとして通訳として行ってきました。やばいやばいやばい。ちょっとね、今日ね、7月の26日ね、今日ね、すごい動画をね、今ね、ギャララから来たよ。これ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 。これね、ギャララね。で、おー、ほら、今見た。もう一回。これね、行くぞ、来るぞ。おー、これだよ、これ。ちょっと。ほらー、この、高笑いしてる、俺、これ。これね、ひー、やばい。後ろにちょっと微妙に見えるね。こう、フーラスの文字がね、出てるよ。やべー。これはね、やばい。もうね、みんなに自慢したい。めっちゃ自慢したい。ついに来たで。ついに来たね。来てしまいます。ちょっとドキドキしますね、これは。めっちゃドキドキするね。まだね、まだ俺見てないからね。あ、本当に、まだ僕もね、サムネとりあえず見て、一瞬これマジ俺のみたいな感じで送ったけど、全部はまだ見てない。いや、これはね、緊張するね。これはね、やばいね。この興奮伝わるかな。いや、まあ、じゃあちょっと見て。ちょっと見ますか。SNS でアップしようかと思います。アップしますか。いきますか。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ。はい。ついに来たよ。出しても仕方ないんで、まあまあなんだけれども、まあこのね、実際の本編の動画は、動画の説明欄に貼っておくので、そっちから見てください。この動画では、あくまでその舞台裏の映像だけをお見せしていきたいと思います。まあといってもね、舞台は完全に撮影 NG なんで、まあその周りになるんだけれどもね、こちらね、見ていただければなと思います。ではね、行きましょう。来たよ、ペンテラだよ。ペンテラだよ。ファイティー。すげえ、スーパーカーがある。どこだろうね。スーパーカー。すごいぞこれ。すごいぞこれ。すげえ。なんじゃこれ。すげえ。すげえ。羽田空港にこれやってよ。かぶった。あー、いい、取れた。取れた。取れた。完全にファイン。藤山大樹さん、今ペン&テラーもろもろすごいスケールのを見てどう？わーね、12年ぶりなのでなんとも言えないですけど、ちょっと高まりつつは、ね、高まりつつある。あ、ちょっとね、今日はとりあえず時差ボケを直してね。そう、体調整えて挑もうかなと思いますよ。結構我々疲れてるよね。だいぶ疲れてるよね。予想以上に疲れたわ。やばいね。今目覚めた。結構また確か目覚めた。おかげでね。おかげでね。看板のおかげで。まさか、ね、マジシャンがね、こんな空港のど真ん中に看板を持つとは思いませんでしたよ。羽田空港にはないんじゃない？すごいっすよ。すごいね。頑張ろう。
すげえ。着いちゃいましたよ。着いたねえ。やべえ。やべえ。さあさあさあ。テンション上がるね。すげえ。やべえ。ギャラついに。ペンテラですよ。来たね。やべえ。なんかアーティストタグをもらっちゃいました。ということでちょっとしばらくアーティストとして3月15日までアーティストとしていきます。でギャララもアーティストも、もちろん見して見して証拠、証拠見して証拠見てみ見てみーっすよ。ガチアーティスト。ガチっす、ガチっす。ご本人、伝統芸能ご本人ですか？もちろんです。私が藤山です。私もです。あ、見えない、裏だった。ダッサ、真っ白だよ、真っ白だよ。おはようございます。おはようございます。朝っすね。暗いね。いやいや、朝ってこんなもんじゃないんですか。一旦ご飯食べて、で3時ぐらいからインタビューが、3時だったっけ、始まるので、ちょっとそれに向けて一旦腹ごしらえします。うむ。ちなみに服は、そのオンエアされる服は結局どれにすんの？どうしよう、これでいいか。今ご飯食べるから変えた方がいいんじゃない？ちょっとね、ちょっとさすがにね、あのインタビュー中とかは撮影できないんですけれども、それはちょっとあのオンエア見ないといけないんだけれども、ちょっとね、事前ギャララをね、ちょっといろいろ撮っていきたいと思うんで、指名用のシャツはこっちですね。これでとりあえずいきます。メッシ。インタビューですよ。緊張、大丈夫、大丈夫。俺は緊張してきたよ。これはだって撮り直せるやつだからさ。まあね、その気になれば収録ね、決まってまだね。その気になればね。あ、これだ。じゃあここで、じゃあ今からインタビューを頑張ってさあ、終わりましたよ。ギャララさん、終わったよ。何時間かかった？インタビューに2時間とシューティングに2時間だったら、まあ妥当だよね。めちゃくちゃかかったね。鬼のようなインタビューでしたよ。鬼だったね。なかなか大変でしたね。大変だったね。いやー、あれがどういう風に編集されて出るかがね。いや、紙編集にかけるしかない、ね、紙編集にかけるしかないね。つくづく思ったけど、俺インタビュー下手だわ。すごい、なんか日本人っぽくなかったね。ね、ね。初めてやったよ、あの指差し的なやつを。そう、ギャララは今回カメラに指を差したんだよね。なかなかね。そしてペン&テーラーに何て言ったんだろう。ええ、騙してみせる。やべえ。やばいっす。これ絶対使われるやつ。やばいっす。やばい、ね、なんか俺のために何でもするよみたいなこと言ってくれる。いや本当にさ、すごかったね。すごいね。だからなんか、そうかっこいいっすよ。いいね、人気の番組の理由がわかるね。ね、本当に本当にプロの集まりだったね。ただし疲れたね。ただし疲れたね。おはようございます。おはようございます。今朝の5時です。ちげえよ、もうリハーサルの時間だよ。マジ、本当にすごい。まずスタッフの皆さん、そして泉、ごめんなさい。大丈夫、俺も寝坊したから。俺完全に今日はやらかしました。やらかしたね。今からのリハーサルですね。頑張ります。のリハーサルなんだけど、まあ、ちょっとそれにね、日本人我々一同大遅刻し、大遅刻するっていう。はい、まあ申し訳ないです。でもね、そうそう、でも着いた時間、その言われた時間に着いたの、一応俺は。あ、1分遅れとか。はい、45分ぐらいに。そしたらね、みんな飯食ってたよ。
だから大丈夫よ。まあそれならよかった。よかった。そういうところはなんか外国の人の心の広さに、ね、広さをね、温かくね、ちょっとこれ受け入れよう。この温かさをいただこう。本当に。まあじゃあこれはゲーで返さなきゃいけないですよね。うん。頑張ります。意気込み、リハーサルの意気込みを。リハーサルの意気込み、もうそうですね。やれることしかできないんで、まあそりゃそうだよね。それしかないよね。うん、まあ自分に、未来の自分に健闘を祈る。イエーイ、頑張ります。準備できました。どうも、これからリハーサルをいたします。ちょっと先生、藤山大樹先生、寝坊すぎて声が張ってないんですけど、今ちょっとね、リハーサル続けしてるからね、ちょっと声出しちゃいけない。そうそうそう、というか今回のリハーサルなかなかすごいですね。なんかあれ、俺思ってたリハーサルじゃなかったっす。そう、普通リハーサルって実際の舞台で何かやる感じかなと、照明チェックするかなと思ったら、思いきやなんかスタッフ一同が会議室の椅子にバーッと座ってその前でやるという、なんか面接みたいな形で、ね、俺寝踏みされるみたいです。なかなか緊張します。だからみんなね、 MacBook 持つとね。ただの会議だったね。ただの会議だったね。そこでちょっと一回通してぶっ放してきます。それでちょっといきます。頑張ります。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。リハーサルはとりあえず、なんだろうね、面接のようなリハーサルは無事通過というか、まあ良かったんじゃないでしょうか。いい反応だったね。だらしいですね、うん、僕はもうなんか寝起き感もあったんで何も聞き取れてないってわかんないですけど、まあまあそこそこの反応で、スタッフさんはどうにか騙せたらしいです、うん、すごいね。ビューティフォーしかわかんない。そう、ちょっと多分名前は言えないけど、あの人がいたからね。ねえ、あの人が、結構有名どこのマジシャンさんがね、普通に有名どこの人がいて、その人がディレクションやってたからね、監修してたからね、トリック系の。でこれさっきも舞台ちょっと暗転中だったけど、舞台を見てきましたよ。立ったね舞台に。すごいっすね。ちょっとで、あの人たちが座っていた椅子も、あの椅子ね、あの椅子もソファーというか、ここにで結構思ったより近い。近い。そう、近い。すごかった ね。もうこの時点でやばいもんね。ちょっとね、俺明日寝坊してる場合じゃないよ。まあ今日でよかった。今日でよかった。今日だからね、この寝坊で随分とこう体力も回復したんじゃないか。寝坊で回復ってどういうこと？寝たから回復したんじゃないかなと思いますよ。だから明日もう一回リハーサルがね、多分今度は舞台で。ガチリハーサルを、まあ、それもね、これは取れないんだけどね。そう、取れないけど、まあ、俺の思いを、思いよね、ちょっとふわっとした感じで通して、で本番はバチコーンっていきたいね。ね、ペンテラを魂に。いやあ、そうね。ちゃんとやってくれた。やるよ。日本人らしからぬあれ ね。大変だったね、昨日のインタビュー。いや大変だったね。改めて思うけど大変だったね。でもね、頑張るのはなんか知んないけど、私もね、後でちょっと契約書書かないといけないんだけれども、通訳でちょっとステージに立たないといけない。キャッスル行くからそれ用にスーツ持ってきたけど、まさかこの段階で活躍する日が来るとは。役に立ったね。そうだから、後でちょっとプレッサーかけてね、綺麗にしないといけない。さすがっすよ。ああ頑張ります。だからよろしくね。多分ね、テレビデビューも初めてだし、やばい、海外デビューもまさかの、やばい、ペンテラまさかの大舞台。ギャララの横に立つっていうね。あがす。多分ね、俺ね、動画がね、YouTube アップされた後ね、あの通訳クソだってめっちゃコメントに来ると思う。あれじゃね、演技の方はいいねなんだ、いい顔してあるけど、なんかバットもいっぱいあるから通訳にダメ出しが多い。それか、そこカットされるから使われるの嫌だよ。まあ、頑張ります。本番ですよ。だから今が11時ぐらい。今12時でしょ。12時前か。だから、うん、あと5時間後にリハ。5時間後リハで。本番は8時間後。8時間後ですよ。8時間後だよ。1回寝たら。いやダメだよ。リハに間に合わないよ。まず間に合わない。そうだね。どう気持ちは。うん。まあそうね。意外と結構やっぱ昨日の夜はね緊張しましたね。なんか
やべえと思ったもうなんか思うとね心臓がバクバクするんですよね。ただなんかの瞬間にあれこれそんなに考えなくていいんじゃねって思うとちょっと安心するけど、またそのすぐ後に緊張が押し寄せてくるって感じですね。まあ、よくわかんない状態です。じゃあ泉さん一緒に夢の舞台に立ちましょう。まだね契約書書いてないんだけどね。まあ書いてますよ。あ、ね、頭今日ね書かされる。さあ行こうか。頑張りましょう。準備大丈夫ですか。まあ一通りは。いよいよですよ。そうっすね。戦のとこですね。戦が始まるね。今がですね3時半で。でまあ今から1時間半後本番最終直前リハーサルがあります。です。緊張するね。若干ね。そうそう、いきますよ。始まりましたよ。緊張する。まあ結構緊張するね。結構緊張するよ。あ、今はそんなにまだね。だけどでも結構ね心拍数は高いと。高いよ今俺。フィットビットやばいことなってると思うよ今。心拍数だけよ。エレベーター年1回こういう仕事をしなきゃ。年1回大っきい仕事ね。がっつり緊張する。自分が緊張する仕事をしないといけないですよ。月々ね。月々毎月このレベルの。いやいや、やらないと大きくなんないです。はい、それがプロっすよ。僕も頑張ります。ディーラーとしてディーラーとしてもっと緊張します。まずイズミンのスーツが珍しい。これねダサいよねこれ本当に。え、そう嫌だよ俺は。チェックインするよ。出来だったんですけどね。いや非常に良かったよ。まあ、やってて楽しかったっすね。楽しかったね。いやー泉にもいろいろ協力しても爆笑かっさらびましたからね。いやー私ねなんか知んないけどねめっちゃ受けられたね。いじられて受けたね。Wow, you know, I'm so glad that we finally getting different kinds of magic.まず最初に非常に素晴らしいと思います。で本当にクリエイティブで素晴らしいものだと思いました。であらゆるメソッドとかそのパラソルのところとか扇子を使ったところとかいろんなところをうまく合わせて、で古い手法であったり新しい手法であったりとそういったものをうまく組み合わせることによって非常に新しい世界を見ることができたと思います。 Word for word. Word for word. Better than Google.Thank you so much. OK. 本来は入らないようにフレームアウトさせるように立ち位置したのになぜかめっちゃくちゃ出てくるっていう。ただまあこの番組自体もこういう通訳を入れてやるのも初めてだったみたいで。そう、今回初めてだったっぽいね。普通はなんか演者がねみんな英語喋ってたけど、そうそうそう、今回あえて全部ギャララ日本語喋って。僕はもう諦めました。ただあれは無理だ。無理だねあれは。無理だあれは。ペンの声がね意外と聞こえなかったのよ。ね、舞台上では聞こえなかった。聞こえなくてね。うん、だからね。ってなる。ところどころね訳し方間違ってると思うけど、まあでも気持ち伝わったし、ね、雰囲気良かったから。一応
僕のやるべきことというのは全て終わりまして、終わったね、やり遂げたね。あとはもう2日間あと滞在するんですが、遊ぶだけです。でマックキング、デビッドカッパーフィールド、あとザ・ベルモーティマー、この辺を見て、あとはまあいくつか他のショーを見て勉強させて自分のショーに生かそうかなと思います。お疲れでした。本当にありがとうございました。本当にお疲れであった。